皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、最近使ってよかったスキンケア紹介ということでやっていきたいと思います。本当はですね、2024年上半期ベストスキンケアがいいかなと思ったんですけど、結構なんか前も紹介したものを継続して使ってたりして、新しいものをそんなに使ってないのでベストスキンケアまでいかないんだけど、でもその中でも最近使ってよかったスキンケアを今日は紹介していこうと思います。はい、それでは早速スタート。まず私の肌質はベースはね、乾燥肌ですね。この辺とかはちょっと手を抜くと結構突っ張ってきます。ただここはね、すごく皮脂が出やすくてテカリとか日中も出てくるかなっていう肌質をしています。ということで、まず1つ目、これは相当話題になっていたアイテムです。アクアレーベルのトリートメントミルク過去ブライトニングとてもしっとりという商品でございます。ジャンルとしては乳液になります。資生堂が開発した美白有効成分 4MSK が配合されている乳液なんです。その 4MSK は厚生労働省が認可している成分になるので医薬部外品になってます。ピンとこない方もいるかもしれないんですけど、この 4MSK はクレドの下地に入っていたりとか、あとスキンケアだとハクとかにも入っていたりはするんですが、全部結構お高めなんですよ。2000円しないで買える値段のスキンケアにその成分が入ってるっていうのが本当に嬉しいし、すごいなと思ったポイントです。個人的になんかめちゃくちゃコスパいいなと思って選びました。いい感じのテクスチャーの乳液、結構しっとり感は感じます。ちゃんと保湿してしっとりもっちりする乳液のテクスチャーです。この後美白ケアどういった部分にいいのかっていうのをお話ししたいんですが、それもあるけど結構個人的にはちゃんと保湿されるなっていう潤い感を感じるっていう意味でも好きな商品です。美白ケア兼保湿目的で使うのもすごくいいんじゃないかなと思います。肌にのせてもこんな感じで結構スーッと馴染んでいってくれますね。香りはややついているので、ちょっとそこはもしかして好み分かれるかもですけど、石鹸とフローラル系の感じの香りがついています。結構もっちりしますね。美白ケアって今もういろんなアイテムで言われているし、とにかくもうめちゃくちゃ聞くワードじゃないですか。一括りにはされているんですが、実は美白ケアにもアプローチできる段階があるんですよ。まずシミができる時に肌の中で起こっていることのステップなんですけど、まず1つ目、紫外線など刺激を受けてメラノサイトが活性化します。メラニンを作る元になるような場所のイメージです。で、そして活性化することによってメラノサイトが持つチロシナーゼっていう酵素、これの作用でメラニンが生成されます。これがステップ2。そしてステップ3、その生成されたメラニンが表皮の細胞に受け渡され、過剰に蓄積されていくことでシミになったりとか、そんなメカニズムになっているみたいです。ちょっとざっくりしているので、もっと分けると詳しいステップになっていたりとかはあると思うんですが、だいたいこんな感じ、段階があります。で、今回配合されているって言った 4MSK、 これはですね、2番、チロシナーゼの活性化、これが作用するとメラニンが作られるって言ったんですけど、その酵素の活性化を阻害してくれる効果があるので2番のところに効きます。で、かつですね、ターンオーバーの促進もできるということで、3番、その過剰に蓄積されたシミなどを排出するっていう部分にもアプローチができるそうです。結構その美白に有効的な成分でもこの今の段階のどこにアプローチするかって違うので、調べてみるととっても面白いし、より組み合わせとかも自分で考えて使えるようになると思います。とりあえずこの 4MSK は2と3に作用できるので、そこで美白ケアにつながるというものになっています。ただそれだけじゃなく、歯科成分とか、あと毛穴整えるグリシルグリシン、こちらも配合されていて、とにかく充実してる、めっちゃコスパいいなっていう美白乳液になっています。で、使用感的にも好みが分かりにくい、重すぎず、軽すぎずという感じなので、多分多くの方が使っていただきやすいし、多くの方が手に取りやすい価格なのに、今まで高価格帯の商品にしか入っていなかったような成分が使えるっていうところがすごく魅力だと思うので、気になったら使ってみてほしいです。はい、そしたら次がこちら、ファスのザクリアクレンジングジェルでございます。この後も実はもう一個ファスのアイテム出てくるんですけど、そっちを先に使ってすごい好きで、クレンジングも使ってみたらめっちゃ良かったっていう感じです。これですね、オイルフリーのジェルクレンジングになっています。簡単にいいところ言うと、肌がすごくツルッとします。ザラつきとかゴワつきをマイルドに取ってくれるようなイメージです。ホームページにもマイルドピーリングって書いてあるように、 PHA って呼ばれる肌表面に作用するピーリング成分を含んだ蜂蜜発酵エキスが配合されてるんですよ。 PHA ってその AHA とか BHA っていうピーリング作用のある成分もあるんですけど、それよりかマイルド
ルドでありながら、さっき言ったように角質角栓を除去して肌がツルツルっとなってくれるので、ちょっと刺激とか怖いなとは思いながらも肌のザラつきが気になるっていう方とかにはまさにおすすめです。ジェル洗顔って結構幅広くて、オイルジェルって書いてあるクレンジングとかって結構メイク落ちいいんですよ。馴染みも早いしすっごく使いやすいんですけど、オイルが入っていないので使用感はちょっと水っぽい感じです。若干メイクと馴染むのに時間かかるかもなっていう印象はあります。最終的に落ちるのであんまり気にしてはなかったんですけど、ちょっとここまでしっかり試したことはないので、いろいろ書いてあるファンデやリップペンシルやら何やら書いてある手の上で試してみたいと思います。ではでは行きます。わかりにくいんですが、ちょっとねファンデとかはかなり浮いてきてます。リップペンシル、アイライナーとかそういう濃いポイントメイク系はちょっとやっぱり遅い感じはありますね。ただまあちょっと時間をかけてやっていくとですね、アイライナーが落ちてきたりとか、はい、こんな感じで最終的にはね結構落ちるので、クレンジング力が弱いってわけではないです。でも馴染むのにちょっと時間がかかるのはオイルクレンジングとかと比べるとあるなと思います。だからやっぱメイク手早く落としたいとか、肌の上にこのクレンジング剤が乗っていることがちょっと嫌だとかストレスに感じる方、あとまあ摩擦レスかなりこだわっている方からするとちょっとデメリットがあるかなと思うんですけど、ただまあポイントメイク先に落としておけるとか、メイク自体がそんなに濃くない方だったら本当に肌のごわつきとかにはしっかりアプローチができるのでおすすめです。一回使っただけでも分かるので、なんか洗ってる最中は意外と分かんないんですけど、お風呂出てこの顔を拭いた時にすごいツルっとしてるっていうのが分かるので、ゴワゴワっとしてきちゃう子だとか、まあ、夏だと皮脂とかもしっかり出てくると思うのでとっても向いてるのかなと思います。香りはフローラルとかじゃない、若干独特な感じしますけど強くはないし、あんま使ってて気になったことはないです。はい、ということでさっきもちらっと出てきたアイテムです。次、ファスザクリアクリームソープです。まだ使い切ってないけどほぼ使い切りみたいな感じで、めちゃくちゃ好きでした。これもさっきクレンジングのところでもお話した PHA を含んだ蜂蜜発酵エキスが配合されているので、洗い上がりがすごくねツルッとする洗顔料になってます。クレンジングの方が分かりやすくこういった部分のツルッと感はあります。洗顔料の方はツルッともするんですけど、全体的に余分な皮脂をしっかりと吸着してさっぱりするイメージです。ちょっとペースト状のかなり粘り気のある形状になっています。これ泡立てるとちょっとやってみますね。はい、皆さん ASMR です。ちょっと映像がやかましいですね。若干水が多かったからいつもより泡立ってないんですけど、でも多分言いたいことがわかるはず。こういう感じの結構もっこりした弾力系の泡になるんですよ。なんか密度がすごくあって軽くない濃密系の泡です。なのでこれに関してはあんまり摩擦は気になりにくいと思います。ちょっとハーブっぽい感じの爽やか系の香りです。でその摩擦の気になりにくい泡で洗ってすっごくさっぱりするのに乾燥が気になるっていうわけじゃないところ、そのさっぱり感と乾燥しないところのバランスが私はすごく好きだったので、ここまでぺちゃんこに今使い切ったという感じです。マイルドに洗い上げるってよりかはちゃんと洗い上げてくれる感じなので、極度の乾燥肌とか何使っても突っ張るみたいな方だとちょっと向かないかもしれないんですけど、夏だからこそやっぱりちょっとベタついてくるなっていう方とかには結構ねいいと思います。あのさっきのクレンジングと合わせ使いするのもめちゃくちゃいいです。それでは次がこちら、ディープログラムのインテンスエンリッチングセラムでございます。これは何度か動画でお気に入りとかでも多分紹介してますよね。2月とか3月ぐらいなんか花粉なのか分かんないですけど肌が結構揺らいでてずっとここカサカサしてるなみたいな時あったんですけど、そういう時に使って本当によかった美容液になっています。テクスチャー的にはこんな感じでとろみはあるんですけど油分っぽさはほぼほぼ感じず、かなりこうプルッとしたみずみずしいジェル質感になっています。これはね香りなかったと思います。確かちょっといろいろ混じっちゃってますけど確か香りなかったです。肌荒れを防ぐためにバリア機能がすごく大切っていうのは言われてると思うんですけど、そのバリア機能を正常に保つために肌にいる皮膚常在菌っていう菌、その菌のバランスがとっても重要っていうのに着目した美容液らしいです。酵母エキス GL、
これを高濃度で配合していて、潤いを与えながら肌の環境を整える効果があり、あと美容成分マロニエエキス GL 配合、これが入っていることによって角層の深部まで浸透して保湿してくれる、かつ肌荒れ防止成分のトラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムも配合しているそうです。美肌菌って言われるその菌系のスキンケアって割とね、やっぱこれもお高いもの多かったなっていう印象なんですよ。これももちろん安くはないですけど、ランコムのジェネフィックとかもそうだけど、お高い印象もある中で、まあ、ドラストとかでも比較的手に入りやすく、敏感肌の方が使えるっていうのを前提に考えられていて、乾燥で揺らいじゃう方に使ってほしいっていうのも考えられているので、なんかその敏感肌ケアと乾燥肌ケア両方叶えたい方にとってもおすすめな美容液になっています。で、最初の方にも紹介したように、こってりしてないんですよ。全然なんか油っぽさとか重さがないので、乾燥してるわけじゃないんだけど、肌の水分が足りてない方でもテカテカするっていう方とかでもとっても使いやすいと思います。今はもう肌が落ち着いてきたので他のものを使うようにしてるんですけど、また荒れたらあれ絶対使おうって思ってるくらい、揺らいでる時にとっても助かったレスキュー美容液です。はい、では最後のアイテム、これはもう大好きだった、高いですけどね、価値ありましたよ。ポーラのホワイトショットフェイシャルセラムでございます。実はなんとこれ今ラージサイズで、通常サイズはもう使い切って、そっこうラージサイズのリフルを購入した、そんな美容液です。これも美白に特化した美容液ですね。天野さんとのコラボ動画ね、見てくださった方は私がポチっていたのを知ってると思うんですけど、具体的に何が良かったかっていうと、ずっと言ってるこの首の色素沈着的な暗さ、これに結構効きました。テクスチャー的にはえって思うかもなんですよ。傾けられないぐらい本当に水です。さっきのあのディープロみたいにとろみがあるとかじゃなくて本当に水です。なんかこことかに出すとさーって流れちゃうような感じ、あ、もう本当こんな感じです。だから一瞬これで本当に効果があるんだろうかと思うんですけど、良かったですね。これのすごいところは、真皮に落ちたメラニンにアプローチができるというところです。さっきシミができる手順みたいなステップのお話をしたと思うんですけど、メラニンの生成をするメラノサイトっていうものが肌の基底層の付近にいるって言われているみたいで、真皮と表皮の間の層ですね。で、メラニンを作ってその表皮の方に蓄積されていってシミになったりっていう、表皮の中で起こっていることと思っていたのが、実はそのメラニンは下の真皮にも落ちてるっていうことが分かって、それがくすみの原因になってるっていうのをポーラが発見し、この美容液が開発されたそうです。その真皮の下に落ちてしまったメラニンって、マクロファージっていう細胞が分解してくれることでなくなっていくとか正常に戻っていく、ところがその分解が追いつかなくなっていくと、やっぱりどんどんメラニンが溜まっていって、やっぱくすみに見えたりっていうところらしいんですが、そのマクロファージの働きをサポートできる成分が入っているみたいです。で、私はここにすごく効いたってことは、私のこの暗さってすごく深いところで起こっていたものだったのかなって使ってからちょっと思ったんですよね。今顔も首も何も両方塗ってなくて、やっぱまだ暗いんですけど追いついてきた感じしませんか？もちろん今もトーンアップクリーム塗るんですけど、なんか前より頑張ってやんなきゃみたいな感じも減ってきましたね。本当にここの首の色が嫌だったから、トーニングっていうレーザークリニックで当てたりとか、クリニック専売品の美白のアイテムを買って使ってみたりとかしていて、やっぱどれも効くんですよ。やってよかったとは思うんですけど、でも劇的というか、まあそこそこ良かったかなくらい。でもこれって別にそれこそ美容医療でもないのに、割となんか同じぐらい、え、なんかそこそこいいかもって思えたので、そこに結構感動しました。しかもそのもっと個人的な事情なんですけど、首って結構弱いんですよ、私の場合皮膚が。だからレチノールとかなんかターンオーバー促進とか高濃度のものでしっかり効かせようと思うと荒れちゃうんですね。だから使えるものの幅がそもそも狭いっていうのもあった中で、これは敏感肌対応ではないかもしれないけど、私の首の皮膚弱レベルには全然耐えれたので、スキンケアでここまでやれるんだっていう嬉しさがありました。今まで自分がそう投資してきた分を考えると安いって思っちゃうぐらい高いんだけど、価値はあるとすっごく思ったアイテムです。そういった全体的なくすみとか気になる方にはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は最近使ってよかったスキンケア紹介ということで、いろんなアイテムを発表していきました。皆さんの最近の一押しスキンケアもあればぜひ教えてもらえると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。